はい。えー、どうも、シエルでございます。今回からですね、このリサというゲームをやっていこうと思うんですが、あの、まあ、お気づきの方ももしかしたらいるかもしれないんですが、今回画質とですね、音質がだいぶ良くなってます。なんでかっていうとですね、あの、まあ、僕のパソコンだと、このゲームをやるのに関して、だいぶその、もう限界が来てると。<laughs> なんで、急遽ですね、N 氏のですね、 あの友人 N 氏の家に行きまして、あのー、ちょっと撮影環境をですね、あのー、使わせていただいてるという、今、ことになってますので、今回から、えー、今回からというか、リサ、このリサからは、えー、っと、そんな感じになっていくのかなと思います。てなわけで。なんかね、そしてこのリサというゲームは、その N 氏からお勧すすめされたゲームなんですけどもね、早速やっていこうと思います。はい。エンターか。エンターはい。 お、突然。大、ん、あ、くそ。痛 <laughs>、何えはこのコソ泥が突然じゃんエンターか。はい、痛い痛い。痛い痛い。やめて。はい。やめろよ。やめろよ離すだよ離せよって何が起きてるんですかね、これ。黙れ、ブラッド。めっちゃ、めっちゃ強そうなやつできたじゃん。こいつが俺たちのボール盗んだんだと。あ、なんか、 公園かなんかなんですかね。僕が盗んだ、あ、白状しましたね。リックは何もしていないよう、突然あれですね、カービィの友達出てきましたね。あいつリックだっけあいつリックだよな。なんだとてんてんてん。この畜生がすげえ、すげえ、暴言吐くじゃん、こいつ。めっちゃ殴るじゃん。<laughs> めちゃめちゃ殴る。え、え、しゅ、うーわー。バカで。 いや、全裸のやつ、半裸のやついるけど、江頭2時50分みたいなやついるけど、あいつは何関係ないの大丈夫さあ行くぞと。あ、こっちが、江頭2時50分は、あ、違うんだ。<laughs> 敵側の方の人なんだ。敵側なのかもちょっとわからんけど。ありがとう、ブラッド。お前がリックかじゃあ、後ろはカインと食うかはい。 どうしたどうしたあ進めんのあ、動けるじゃん。ええ何ボタンだろうあ、これじゃないんだ。これで話しかけられるって感じごめんよ。えー、僕をかばうことなかったのに。はい。ごめん、ブラッド。何したのこいつら。やられることになってごめんな。何があったのねえ。とりあえず、あのここ、ここのブランコで砂ま酒きごっこしようぜ。灰色タオルの。できないか。 乗れないのかな乗れないのかな乗れないんだね。が、なん、なに、アクションゲームなんこれは。な、何ゲームなんこれは。わ、すげえ荒廃した公園じゃん。すげえな。木の歪み方半端ねえな。台風の後かあ、これはおーい、お客さん。いるのわかってるんですよ。 いうの分かってるんですよ。ちょっと、奥さん、早く出てきてもらおうて。ないか。すっげえ平べったい車。すんげえ平べったい車。乗れんのか、これ。ちょ、乗れんのかな乗れないね。ゴミ袋とか、ゴミ箱とかは何もない。はい。危ない、死ぬ、あ、死ななかった。おい、おっさん。あー、ブラッド、ブラッドレイ。<laughs> 大相当。<laughs> お前さんはいつになったら学ぶんだいと。 <laughs> 大相当、に大相当の子供の時ってことそういうことか。<laughs> 全員いないじゃん。何え、いなさすぎひんさすがに。何しに行くの病院行くとりあえず。とりあえず病院行こうぜ。病院、病院、病院。なんかメニューボタンとかないのかなこれ。ないんだ。うーん。これがー。 なんもないんだけど、何これどうしたの大丈夫えこれ何終了終わりいや、ボロい家あるなぁ。まさかと思うけど、うち、ちょっと、ちょっと、ちょ <laughs>、絶対やばいとこ入った絶対やばいとこ入ったちょっと、出れない、出れない、出れない。絶対やばいとこ入った何え何まただはい。息子が俺の家に上がってきたいや、息子やから入ってくるやろ。 全部ドボロロになってきやがったなはい,いたえ <laughs> あっはい新しいスタッフなんてって勝てなんぞえめちゃめちゃ厳しいんだけど使えのエクスきがめちゃめちゃディスられるじゃん部屋に行けあ何ゲーム実況者なの今すぐいたあ生主なんだパパはいつものように鍵がかかっている 生主のパパの家なんだね。そりゃ、ピンポンとかなんか押してからの方がよかっめちゃめちゃ家ボロいな、おい。めちゃめちゃ部屋ボロいな。やばいだろ、独房みたいな。しゃーねーよ、それは。それは泣くわ。あ、スタートなんだね、これ。<laughs> 女の子の名前のだと思ってたんですけど、なんかグレンゲとか歌うんちゃう。え <laughs> え <laughs> な何え <laughs> と、はと <laughs>、え 豆食べたえジョイを服用した薬用石鹸だぞ危ねえだろ体に危ないだろそれは。お前マジか。手荒れるぞお前。あ,あ、あんまりこういうこと言うと、あの、ジョイの方からあの馬はびっくりした。だいぶロックンロールな持ち方するね、君。どういうことなんだとそんなロックンロールの持ち方する赤ちゃんをさ、大丈夫うん。しー 大丈夫だよ、チビちゃん。あ、え、自分の言葉じゃねえんかいあいやいや、危ない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 、ない3回で、おええほんとにその、いや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 、調子抜きすぎやろ。だいぶ調子こいたやろ。ごめんよ、赤ちゃん。ごめんよ、ごめんよ、ごめんよ。大丈夫、大丈夫。大丈夫だよ。あ、さあ行こう。どこに説明、あのさ、謎が謎読みすぎなんだよ。あの、説明をよこせよ。いい子だな。はい。 安心してくろうち,びちゃん、えー、どこか安全な場所まで連れてってあげようえここ安全じゃねえのああ動くんだすげえロックンロールと持ち方するじゃんマジでだいぶだいぶ、えっと、アクションゲームなの何系なのこれはうわあちょっと待って絶対やばい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 剥がれんのオカまみたいなやついるじゃん 名前全然出てこないけど、剥がれんの家向いてる。うわ、めちゃめちゃ目ったやばいやばいやばいやば。あれやばいだろ。あいつやばいだろ。関わんない方がいいだろ。だってビール乗ってんす、あいつ。あいつやばいだろ。めっちゃこっち見てくるじゃん。えやばいだろ。いやいやいや、薬中みたいなやついるし。あれあ、お前ほらもしかして、ブラッド。それはなんだいや、お前デビルマンのオープニング見たこと言い始めんな。 あれは誰だ的なことになんてこった赤ん坊かいああ、いや、ワオ。赤ん坊だって、どこでこ,すこしらえてきたのさ、いや、あのさ、人のなんか、いや、あの赤ん坊なんか肉みかたいな形してからにさ、わからない。えー、地面の上に転がっていたところを見つけただけだと。へえ、そうか、捨て子なんだ。そうか、ちょっと待てよ。 これがどういう意味かわかるか、いや、捨て子のだけだろ。これはきっと女の子がその辺にいるってことだよ。えなにワオいやいやいやすげえアメリカンのこと言い出すじゃん。<オ>これは人類には希望のあるということなんだ。ワおオいやいやすげえ間抜けなやついるじゃん、あいつ。やばくない<オ>彼女はきっとすごくセクシーなんだろうな。だろうなと。お前ら、真面目に話してるんだぞ。<laughs> そうだね。<laughs> ステゴがいるのに女の話してるやつ、だいぶクレイジーだからね。 その子は男の子かい女の子かいと。まだ見てなかったと。確認する。はい。女の子だ。嘘だろうと。何何何何何何何,そんなえ何どういうどういうえいいだろ別に女の子でも。誰かに伝えなきゃ。ランドウだ。もう突然なんかゆ夢の国見てないやつが出てきたな。 俺たちはこの子と一緒に来、えー、ん一一緒緒俺たちはこの子と一緒に来れば俺たちは一生生活に困らないと。食べ物もかっこいいものも欲しいだけ手に入ると。最高だな。突然しったな、お、え、前、ー。実際悪い間でもないなと。ランド軍はこの,子この時のために備えは俺たちよりもいいはずだと。ダメだめだ、えー。誰にも彼女を育わてることを知らせないと。今は赤ん坊でもじきに大人の女になると。 この子は外の世界でうまくやれる機会なんてきっとないだろう。え、そんなになんか女に飢えてるのこの国。ブラッド、それはおかしいよ。この子を一生隠し続けるつもりかいと。もし誰かにバイたでき何が心がわかっているかと。構わないと。俺がこの子を育てると。いや、それやったらまず怪し方とか調べた方がいいんじゃないあれだよ。あの、なんだっけ、卵クラブ、ヒヨコクラブ、ココクラブ買った方がいいよ、まあ。とりあえず。ブラッド。お前たちが俺をた助けてくれなくても構わないぞと。 えー、この子を諦めるわけにはいかない、えー、これは俺にとって二度目のチャンスなんだとなるほどねそっかブラッド、えー、心配いらないよ俺の小さなバラリー、えー、誰にも、えー、君を傷つけやし傷つけさせやしないとなるほどとりあえず赤ん坊を育てることになりましたねなんかなんか知らないんですけどちょっと飲み物飲みますね今回の飲み物は三ツ矢サイダー梅味ですね また、またジョイ飲もうとするじゃん。ダメだって。ジョイダメだって。いや、飲まないんかい。<laughs> え何これ何これ何これ。カイジ地下帝国借金したのこいつら。<laughs> いやいや、子供を見てけ、見とけよ。あ、なんか秘密の部屋を作ったんだ。多分。

めちゃめちゃ鎌倉バイキンマンの秘密基地みたいなバイキンマンの家みたいなところあるやんえあ外に出さないんだねなるほど成長した女の子だから隠してるから要は何か外に出してあげないとはいめちゃめちゃ泣いとるやんけえ大丈夫なのその薬用石鹸 海に流して大丈夫なのそれ。手繕いしてるほう。顔顔か。いや。他のことでバレそうだけどね、それ。大丈夫それ女の、他のことでバレそうだけどね、大丈夫それ。顔だけ隠して大丈夫それ。逆に怪しくない仮面つけてんの怪しくない <laughs> えいや <laughs> おカマがどんどんおカマ化していく <laughs> なるほどなるほどねあまたパパいるやんあーなんか葛藤がこの辺葛藤がなんかあるのかな めちゃめちゃわスーパーマリオブラザーズのなんか初期面みたいな感じの何なんだろうこれこのジョイっていうのが何かなんでしょうねまあそりゃ何かなんでしょうよ <laughs> 何かなんでしょうねっていう言葉あるはい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 えな何犬 いや、えねえ、はい。そこの人、この野獣が僕を話してくれないんだと。本当なら、えー、一人で撃退できるんだけど、僕の急所がこの木に引っかかってしまってるんだ。あ、一物がそうなんですね。だから手を貸してよねと。えー。うわー、なにびっくりした。戦う、あ、RPG なんですね。アームストロングスタイル。 えなにヒップホップバトルするん戻れないよ。戻れたオッケー。じゃあ、チーズレックス。戦闘開始。かみつくんええっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、右、えー、パンチ。ああ、えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、と、右パンチ、左パンチ、ジッパーパンチ、と、ダブルパンチ。 ああ,あ,あなるほどすげえ独特なスタイルしてんな <laughs> そういうことなんだったあ、こっちが噛み付いてくるのねこういうことだら違うんだ <laughs> 違うんだあ、そういう感じで戦うわけじゃないんだはいオッケー。よーよーよーあよしよしよしあなんかなんかいいね戦い方が気持ちいいねこれねバスターパンチいゼロマグ あ,あ、お金かな、うん、君ってかなり強いんだねと。えー、怠きのないか、正気か正気のない中毒者で中年のハゲに見えるのに。君ならきっと多くの痛みを耐えれるように思えるさと。そうだね、君は多分、えー、難易度設定でさらなる痛みを、えー、に挑むんじゃないかと。えあ、何？あ、ここで難易度設定なんだ。えー。やば、なんか、えなんか難しそうだし、 ノーーマルモードに行った方がいいんじゃないかないや、もうえいや、ゲーム実況、ペインモードね、はい、わかりましたよ。やればいいんでしょ、ペインモードで。えー、ヒューかっこいい、ほんとにかっこいいよ、と。ペインモードが有効になったと。どう難しさが変わるのか、俺、全く分かってんだけど、な、ん、あの、ちょい、いや、どういうゲームなのかも、今、怪しいのにさ。 マジか。とにかく、えー、本来なら僕は一緒に、えー、戦えたはずだよと。でも僕は下半身に傷を負ってるからねと。お前どんだけ一物にお前気がしてんだよ。<laughs> えー、僕の名前はテリー。お前ドラケエ6に出てきそうだな。ドランゴ引き換券か。<laughs> えっと、人々は僕のことをチュートリアルの王と呼び。<laughs> やべえ。<laughs> すげえめタたいことやっせてくじゃん、こいつ <laughs>、えー。僕はみんなが見られる、僕はみんなが見られるようにヒントを残しながらこの土地を探しているんだと。 <laughs> 一物にケガしながら <laughs>、えー、僕って結構大物なんだよとたくさんのファンもいたあそう一物にケガしてるけど <laughs> 待ってとはい君かなり寂しそうだねと僕ってナイスガイだから君を、えー、中身に入れた君を一物にケガしてるくせに <laughs> いいねそれでめるいや敵と勝手に決めるのこいつ何なんだ入学式の時にうう,うすげえよ すげえ嫌な音するじゃん <laughs>。<laughs> さっきからこれがすごく気になるんですけど何なんですかねもしこの風船がここに,、えー、ここにいなければあなたはそこの崖を飛び降りて死んでいただろうとこの風船があなたの命を救ったのまだうわーなんかマサっぽい感じのあれなんですねこう読ませ方何これ拾ったよゴミ拾いしようぜさてということでね瓶 瓶は非常に役に立つ売ることも何かを入れることも火炎瓶をああめちゃめちゃ便利じゃん単に戦闘へ投げることでできるとだからひょっとこうテリーヒントいやお前口で言えよてめえ仲間用ってんだからさなんだよお前言葉で表せないこともあるでしょみたいないやねえよてめえが喋れよこいつ何あそういう感じなんだえーこれファイル1でいいのファイル1えっ、ー